皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作よくチャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今日はですね、だいたい2ヶ月ぶりになるんですけれども、いわき市のアンモナイトセンターにやってまいりまして、体験発掘に参加したいと思っています。前回来たのが3月の24日だったですかね、だったんですけども、ちょっと分け合って動画にはしてませんけど、そこから2ヶ月ぶりですね。で、今日はちょっと空がどんよりとして、あんまり天気は良くない感じですけど、これから晴れ間は出てくる予報になってまして、来る途中ちょっとだけ雨ぱらついたんですけど、その後は降ってないので、多分天気は回復してくるのかなと思います。というわけで今日も体験発掘の方に参加していきたいと思います。頑張っていい化石掘りましょう。ということで、いつもいい化石が手に入るように気合い入れて入ってますので、よろしくお願いします。では行きましょう。はい、いい化石を掘るぞー。おー、どうぞというわけで、午前の部終わったんですけれども、午前の部で、目星成果と言いますと、こちらですね。ちっちゃいですけど、スカファイテスアムナイト手に入りました。で、このアムナイトは掘ったんじゃなくて、なんか地面に転がってた石の中にあったんですけど、もしかするとこれ、掘るときに表面が剥がれちゃったのかなと。こっちの方の表面と、あと中心の方がちょっと剥がれちゃってるんですけど、スカファイテス、見つかりました。それから、ちょっとわかりにくいんですけど、ここの、黒いところにですね、多分このカメラのレンズではちょっとわかんないかなと思うんですけど、琥珀が入ってんじゃないのということなんですけど、ルーペで見てみて、ちょっとそういう風に光ってるところがあるかなっていう感じなんですけど、ちょっと家に帰ってみないと詳しく見れないんで、そこは帰ってからちょっと調べてみたいと思います。その他ですね、巻貝とか、魚の鱗とかは出たんで、その辺は、また家帰ってからクリーニングして、きれいにしたいと思います。Thank you.
ということでですね、アンモナイトセンターは、毎週土曜日、日曜日、雨が降っていない限り必ず体験アクセス実施しておりますので、皆様のまたのご来場をお待ちしております。本日はありがとうございました。はい、今後終わりましたけれども、成果としては、サメの歯を見つけたんですけど、いつの間にかどっかに行ってしまいまして、まあ、せっかく見つけたんですけど、まあちょっと今後は一応坊主という成果ですね、今のところは。まあ今のところはっていうのは、一応、まあ、怪しそうなやつはこうまとめて、取ってあるので、家帰ってからまあクリーニングして、何かあるかどうかを調べたいと思います。でこの後ハードオフ寄って帰ろうかなと思ったんですけど、ちょっとこんなってなんか体調が思わしくなくて、ちょっとなんか熱があるのかどうかな、もしかすると家族の風邪をもらっちゃったかもしれないんで、まあ寄り道しないでさっさと帰りたいと思います。はい、というわけで今は翌朝なんですけれども、家帰る前、まあアンモナイトセンター出る前からですね、ちょっと、喉の調子がおかしくなってきたのと、ちょっと体の節々が痛くなってきて、もしかするとこれなんか風邪ひいたのかなと思ったんですけど、まあ、本当に帰る間、車を運転する間、本当に関節が痛くて、もう運転してるところじゃなかったんですけど、まあ、なんとか家までたどり着いて、で熱測ったらですね、39度以上ありました。うわ、これはもしかするとインフルかと思ったんですけど、まあ、寝る前までに熱はまあ一応37度台まで下げることができたんですね。まあ、一応、まあ、ここに貼ってあるこの冷えピタと、あとはこれですね、はい、まあ、これ、まあ、ただのタオルではなくていわゆるクールタオルというやつで、これを濡らして、固くこう絞ってですね、でまあこう首なんかにかけておくと、まあ、気化熱によって、より効率的に熱を下げることができるというものなんですけれども、まあ、去年の7月に体験ハクスが再開された時からこれ使ってたわけですけど、まあ、昨日も使おうかと思ったんですけど、まあ、昨日は曇り空でそんなに気温が上がらなかったんで、まあ、一応使わなかったんですけど、まあ、家帰ってから使えることになりましたね。まあ、これを使ったおかげかとはどうかは分かりませんけど、まあ、一応39度あった熱は、まあ、寝る前までに37度台まで下げることができました。まあ、基本熱中症対策のものなんで、まあ、今後暑くなって、まあ、6月7月そうですね、暑くなっていく時には、まあ、これ必需品かなと思います。はい、基本、まあ、使うものは水だけなんで、非常に経済的で、効果も高いので、まあ、一つ持っておくといいかもしれませんね。で昨日の化石で発掘で、まあ、成果があったものといえば、まあ、結局この、はい、ちっちゃいアンモナイトですけど、これがまあメインになっちゃいましたね。はい、今後はもう完全に坊主というか、一応サメをの歯を見つけたんですけど、どっか行っちゃったというね、職員さんに見せようと思って自分のバッグのこう上にポンってこう乗せといたんですけど、まあ、何かの拍子に滑って落っこっちゃったのかなと思うんですね。でもう周りにはその細かく砕かれた石がいっぱいあって、もうどれが何やら分かんなくなっちゃって、まあ、もう諦めたんですけど、まあ、ちょっと悔しいので、まあ、また近いうちに行きたいと思うんですけど、今まではこう下にいろいろやや大きめの石がこう転がってて、それを割ってると結構出てきたんですけど、まあ、それがもう完全に撤去されちゃって、まあ、今はもうこう壁のところをこう削るしかなくなってるんですけど、その今削れるところ、このロープがあるところの下のところだけしか今削れませんけど、そこの上に乗っかってる、こうでっかい岩ですね、まあ、これをまた近々落とすらしいんで、
まあそうなったらまたいろいろ出てくるんじゃないかなと思うんで、まあそのタイミングで、また竹博くついてみたいと思います。というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。